栃木って結構いじられてるじゃない？ああ、魅力度ビリの時はすごかったね。でしょ？まあ、群馬よりはマシだけどさ。一言余計だな。でもさ、もしも栃木がなかったら、日本国民ものすげえ苦労すると思うんだよ。どういうことだよ。国産のかんぴょうって 99.6% が栃木で作ってるんだけど。え？そんなに？栃木がなくなったら、国産のかんぴょうが超レアになりますよ。残りは 0.4% だもんな。かんぴょう巻きなんか大トロより高くなるよ。そしたら輸入のやつ使うだろう。他にもゼブラのボールペンって栃木で作ってるのさ。あ、そうなんだ。乃木か。栃木がなくなったら字書けなくなりますよ。いや、他にもいっぱいあるわ、筆記用具。栃木がなくなったら旅行も苦労するからね。どういうことよ。例えば栃木の部分を穴ぽこ開いた状態にするでしょ。おー、栃木なくなった。で、東京から仙台まで旅行するとしたらどう行く？そりゃ新幹線を使って。あ、そう、東北新幹線なくなってしまうんです。するとどうなる？特急使っても4時間以上かかります。なかなかの時間。でも栃木があれば2時間弱。半分以下。栃木って重要でしょ。でも飛行機で行けばいいんじゃない？あ、空からの発想はなかったわ。空港ないしね、栃木も。